皆さんこんにちは。ブラックシップスアスリートのバイアス星です。ブラックシップスリフターのジニアショーマです。パルペディウム青山道場所属、元中央大学ジュラリフの時藤です。コーチの平岡です。本日は第24回目のプロに教わるウェイトリフティングということで、本日も平岡コーチに教わっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、今日はクリーンをやります。はい、はい、で今日のクリーンはちょっと、かなり辛めのクリーン のセットですね。足の強化を兼ねた、クリーンの練習、はい、うん、まあ、テイクので永遠の課題のそうですね、スクワット強化と、はい、まあね、クソ弱いんで、はいはい、ですからしっかりと、でまあ普段スクワットはやってるんですけど、まあ、種目の中でも、足の強化を意識して、やっていくと、そういう今日は地味で、粘りのあるトレーニングをやってもらいたいと思います。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の、最初のメニューは、フロントスクワットいきます。で、まあ、前回、まあ、前クリーンの時にもやったんですけど、まずクリーンの時最初にフロントスクワットを持ってくると、そうすると、キャッチの姿勢とかがかなり強く意識できるので、まあ、今日もフロントスクワットなんですけど、今日はキャッチの時に、あ、キャッチじゃない、ごめんなさい、ボトムの時に一回止まります。ボトムストップで大体 2,3 秒かな、止まった状態でキープしたら、その形を、例えば背中の角度とかをキープしたまま切り返して上がると、あのかなり、ボトムポジションでの姿勢の維持を、意識したスクワットで、できたら、まあ、80% 以上で、まあ、1レップだけでいいので、80% を1レップまでこう上げていって、その時に姿勢が崩れないようにというところを意識しながらやっていきましょう。はい、じゃあちょっと手組んで、あのちょっと見てみましょう。はい、やり方を説明します。はい、じゃあフルボトムで座っていきます。はい、この時ストップしますね。肘の角度、顎ですね、で背中の角度、キープして、でこのままですね、3秒1、2、3秒止まったらそのまま切り返します。切り返す時にお尻がパッと上がったりしない。もう一回やってみる。OK、 以上。こんな感じで、まあ、80% まで上げていきます。きついですね。キープするな。キープするな。よし、はい、行くよ。1、2、3。あ、 OK、 OK、 まあ大丈夫だね。この辺は1、2、3。よし、 OK。 軽いな、スピード出た。どうしようかな。よし、今日はここまでしよう。アスカもう一段階上げる。1、2、3。壁があると思ってます。目の前に壁ですか？壁、もうこう、こう突っ込んだら壁にぶつかるぐらいの感じで、はい、もう目の前に壁作って、はい、で、そのまま上がる。そうか、こう行ったりしてね。あ、分かりました。うん、1、2、3、立つ、ガバッ。いやー、まだ来ないね。そうですね。手が戻ってこないな。もう一回いきます。もう一回行こう。手がちょっと手幅狭くしてするか。あ、はい。手幅狭くして、もうちょっと狭くていいよ。いけるなら。刺激で、はい、次はもうクリーンの時に、まあ、
足を使っていこうと思いました。OK、はい、じゃあ、次に、ボックスロークリーンを、まあ、3回連続で、やりながら、まあ、全部、まあ、キャッチしたら立ちます。座って立つ、座って立つ、もうフロントスクワットの延長で足をしっかりと鍛えていくと。で、今、まあ、クリーンだけでウォームアップして上げていくと、まあ、高重量になった時にこうボトム姿勢が崩れた状態で、まあ、こう上げていってしまう場合があるので、今やったようにフロントスクワットで高重量でのボトム姿勢っていうのを確認してから、クリーンに行った方がいいと思います。で、クリーンも、キャッチの仕方によっては立ちの重さっていうのがだいぶ変わってくるので、まずは、まあ、ドンピシャでしっかりここに合わせることですね。乗せる位置に、肘の返しを間に合わせて、ほぼこう落下の幅とか、もしくはこのなんていう乗る位置がすごい前だったりして肘が上がらないとか、そういう状態でクリーンしちゃうとあのフロントスクワットにもすごい影響あってめちゃくちゃ重く感じます。なのでその辺のテクニックも、練習しながら、キャッチの技術とあとキャッチのタイミングなんですけど、正直もう、なんていうかね、クリーンの手幅間に合わなくて、まあ、こう例えばこうなるんですね。こういう状態でこう粘っても正直絶対立てないですね。そもそもしっかり肩の上に乗ってるようにで、クリーンの肘の返しが速すぎるっていうのはもう自分落下の幅と、シャフトの位置が全然合ってないと、こう今極端にやりましたけどこう衝撃がすごくてもうここで姿勢が崩れるっていうこともあるので、正直、フロントスクワットの強さだけじゃなくて、キャッチのタイミング技術が伴ってないとあの絶対立てなくなるというところをあの、まあ、体感しながら、まあ、5セットの中でその辺を修正して、練習していきましょう。で一応今日、あえてですけどあえて、シャフトを、まあ、ちょっと離すで指に引っ掛けるような状態のクリーンをあえてやりましょう。で別にそれ、まあ、一応肘の返しのスピードを上げる意識としてやるので、まあ、肘の回転が速ければ別にそこで今日みたいに離すことはない、普通の握りに持ち替えてもらってもいいんですけど今日はあえて離してみます。で離すこと あのメリットとしてはあの、まあ、シャフトの重さが、まあ、腕にかかってないと離すってことはあのシャフト持ってないので、まあ、0キロになる、腕で持ってる感じてる重さは0キロ、そうするとあの肘の回転っていうのはものすごく速くできる。例えばもうその場でこう肘回転させますよね、持ってない状態、このスピードっていうのをクリーンでも出していきたいです。ただ重さをここで持ってると正直もう全然スピードが出ないっていう状態になってしまうので、そこで離してあげることで手の負荷はなくなって肘の回転が速くなる。でそうするとあの最初言ったようなこの落下の幅が少なくなりますね。正直もう腕でバッて引いちゃったところでもう自分が入ると肘の回転も遅いしシャフトもすごい高く上がってるのでドーンっていうクリーンになっちゃう。結構あの見てるとそういう人が多いので、もしそこを改善したければクリーンのこの辺で離します。離しながらキャッチちょっとやってみますね。まあ、僕ちょっと肘硬いんでまあ、そもそも離さないとできないんですけど、で、まあ、初心者によくあるのがやっぱギューって握っちゃってしまっている場合、でそのままクリーンすると、すごく高いところから落下します。こういう感じです。こういうもう落ちてくる、それを、まあ、クリーンの途中で離します。で途中で離すんですけど、シャフトっていうのはあのまあ、股関節でしっかり力加えてあげれば離してもシャフトってこうついてくるので上に上がってる状態なので、この、まあ、シャフトはなんていうんですかね、慣性が働いてるうちにこう返してあげる、腕の力じゃなくて股関節でしっかり動かしてあげれば離しても大丈夫。こんな
んです。で、肘のスピードを上げるときは本当に離してあげた方が手っ取り早く肘が上がる。ただその状態からジャークに行くのはすごい難しいので、まあ、肘のスピードが上がったと思ったら、まあ、普通のグリップに戻してあげて練習するっていうところまで必要だと思うんですけど、今日はあえて離してやってみましょう。はい、肘の、ね、速さはもう見えないぐらいだと肉眼じゃ捉えられないぐらいのスピードでいく。沈む、なんて勢いと切り返しがうまくいけば、正直フロントスクワットよりも重い重量が上がる場合があるので、はい、キャッチのうまさというのはすごい必要になってくる、はい、なので今日そこに期待して、はい、テイクにはさっきの重量よりも、ね、そうですね、重いのはいけるように、はい、キャッチさえうまくいけば切り返してさっきよりもね、はい、いけると思う。わかりました、頑張ります。お願いします。はい、多いね、はい、あれ、いいね、大きい、大丈夫、全然大丈夫、復活です、全然大丈夫、元気です、今日は今日は元気です、よし、よし、ちょっと苦手な感じある。そうですね。
もうハーフぐらいで着地するつもりで返して、そこからスッと落としていく。まあまあまあ、でもちょっとね、今までやってみたのと違うから、ね、うまいんだけど、やっぱもうちょっと手前でキャッチして、でスッと落とす感じがいい。おまけ的な感じになっちゃうんですけど、まあ、クリーンしたらやっぱ弱まで、やりたいんですが、今日は、まあ、足を結構使ったということで、まあ、ミリタリープレスで筋トレします。で、内容は3回ミリタリープレスしたら、プラス4回プッシュプレスで、重さ的にはミリタリープレス3回ギリギリのところですね。で、4回目がもうミリタリープレスできないから足使ってプラスっていう感じですね。4発で、トータルまあ7発かける、まあ、4、5セットという感じでやります。で、ちょっとまあ簡単、まあ、やり方はもう簡単なんですけど、ちょっとテイクやってもはい、クリーンしたところから、はい。で、ミリタリーブース一応強化種目でやるので、そんなに肘の高さ気にしないで、とにかくもう足使わずに押しましょう。3回押し、しっかり最後まで肩入れて、3回押したら今度プッシュプレス、ここでもしっかり足使って、もう OK です。まあ、こんな感じで、まあ、上半身の種目、あとプレスやるとやっぱこの肘を上げた時の、姿勢っていうのもかなり強化されるので、肩周りとかもすごい強くなるし、まあ、そもそもちょっとこう負けなくなったりもするので、まあ、クリーンにとってもプラスなので、これを最後にやっておきましょう。
ということで、本日は、肘の返しのスピードを意識したクリーンを平コーチに教わりました。はい、はい、そうですね、まあ、とりあえず今日良かったのはテイ君は元気だったと、はい、元気になりましたと。ちょっと今まで不調が続いてて、まあ、今日はねちょっと吹っ切れた感じがあったと。で、あと、まあ、今日のテーマとしてはもうその肘の返しも、そうですね、肘の返しがうまくいけば、あのフロントスクワットで苦しんでる重量でもクリーンになるとバッてこう立てる時があるということも分かったと思います。結構あのトップ選手でもフロントスクワットはの重量よりクリーンの方の重量が上っていう人がいるので、そこはやっぱクリーンのテクニックとか上げていくことで、そういうとこまで領域までいけると、はい、ただやっぱベースとしてはしっかり足を鍛えていきたいので、まあ、今日のテーマもそうですけど、クリーンをしている時もしっかり足を使うんですか。で、セット組む時も全てしっかり立って、うん、今日はそういう目的でやったので、まあ、足の方にもしっかりと刺激が入ったと思います。ただまだまだそのベースを高めるというのは必要なので、まあ、テイ君はこれからね元気になったので、はい、さらに強くなれるように、ね、調子上げていきます。調子上げて、はい、ね、で翔馬も、ね、しっかり国体出れるように、まあ、大会に、ね、出れるように全国大会出すからはね、もう充実だよ、充実、ます充実、自分も楽しいです。本当ですか。ちょっとまた復活を、ね、期待しながらですから、2人とも上手いので、まあ、頑張っていきましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。